どうも、松谷石井です。さあ、今回はですね、こちらの動画をやっていきたいと思います。こちら、でん、アジア最終予選第4節、日本代表対オーストラリア代表徹底分析っていう感じでですね、今回ですね、日本代表のですね、分析動画をですね、やっていきたいと思います。さあ、今回なんですけどもね、日本代表の分析動画をですね、やっていきたいと思いますけども、まあ、10月シリーズ、サウジアラビア、そしてオーストラリアのですね、まあ、リアルタイム生配信、こちらの方ね、こちらの方ですね、2本ともやらせていただきましたね。こちらの方に関してはですね、まあ、来てくださった皆様本当にね、ありがとうございましたね。本当にね、日本代表に関してはね、毎回ね、僕が最後ディスり配信になっちゃうんですけども、ただね、それにね、付き合ってくれてるね、皆さんね、本当にいつもね、本当にありがとうございます。というわけで今回ですね、まあ先日ですね、行われました日本代表対オーストラリア代表の一戦なんですけども、こちらの試合ですね、まず結果からいたしますと2対1っていう感じでですね、日本代表勝利を収めました。本当にね、この試合負けたらですね、ワールドカップ出場はですね、まあほぼ絶望的っていうですね、状況だったんですけども、そのプレッシャーをですね、跳ねのけて、まあ勝利をですね、届けてくれたですね、まあ日本代表のね、選手、そして森保監督、そしてスタッフの皆さんね、素晴らしいですね、戦いをですね、見せてくれて、僕はですね、良かったなと思っております。まあ本当に一安心しました。今回ですね、この日本代表、オーストラリア戦でですね、4-3-3をですね、やってきましたね。で、この4-3-3に関してですね、まあ僕はですね、確かにこの大博打、博打に勝ったなっていう感じはしますけども、ただこの博打がですね、僕、すごくですね、危険なですね、設定に見えた瞬間がですね、いっぱいありましたので、この辺をですね、中心に解説していきたいと思います。そんな感じでよろしくお願いいたします。というわけで、じゃあ両チームのスタメンでございます。日本代表はですね、4-3-3でしたね。で、今回のこの4-3-3、3センターに、アンカー遠藤、そして左のインサイドハーフ森田、そして右のインサイドハーフは田中碧でしたね。で、対しまして、オーストラリア代表、はですね、4-2-3-1でしたね。この4-2-3-1はですね、まあ基本的にこのダガード選手、アダム・ダガード選手ですね。まあこの選手ね、セレッソ大阪でですね、やってる選手なんですけども、この選手がポストプレイしてからの、そして2列目がですね、出てくるサッカーをですね、やってますね。で、あとはですね、オーストラリアはですね、特徴がですね、ございまして、サイドバックがですね、結構高めの位置に行くサッカーをやってましたね。というわけで、まずですね、この日の日本代表の守備から行きましょう。この日のですね、日本代表、プレッシングのところ、特にですね、このプレッシングのところで結構ですね、怪しい瞬間がですね、ありましたので、この辺をですね、まず言わせてください。これですね、僕生配信中にも言いましたけども、インサイドハーフがサイドバックとか、あとはボランチをですね、捕まえに行くっていう感じでですね、まあ一人で二人をですね、見る役割。そしてアンカーのですね、遠藤航に関しては、ロギッチをですね、監視する。これをですね、徹底してやってました。この日のですね、日本代表のウィングがですね、結構、外切りのですね、コースカットプレス、これをですね、やってましたね。で、特にですね、このシーン、南野選手のね、これコースカットプレスね、センターバックの選手に対してのプレスをですね、行きつつそこからですね、サイドバックの選手のパスコースを切るっていうですね、守備。これですね、本当に南野選手ね、リバプールでですね、こういうことをですね、普段からやってるので、こういう守備をですね、まあ、できるっていうのはですね、本当に素晴らしいなと思いました。でですね、この日ですね、僕ですね、結構怪しいなと思ったのがですね、このサイドバックの選手。あれ、さっきですね、サイドバックの選手、外切りのコースカットプレスとか、インサイドハーフの選手がプレス行ってるから大丈夫じゃないのって思ってる方いるんですけども、確かにですね、このインサイドハーフの選手、森田田中碧に関してはですね、まあ運動量とかですね、ボールダッシュのところ、まあ川崎フロンターレのね、ファンとかサポーターの皆さんだったら、これがですね、できるポテンシャルがですね、ある選手なのは理解できますけども、でですね、この日のですね、日本代表、これですね、基本的に、中盤の選手に関してはですね、まあ、ボランチをですね、行く瞬間、これがですね、結構多かったんですよ。で、このボランチに行きますと、こう、人を捕まえる上では、インサイドハーフの選手がですね、ボランチを捕まえに行くっていうのはですね、できるんですけども、そしてですね、遠藤航選手に関してはね、トップ下のね、人を捕まえに行く守備はですね、この4-3-3、できるんですけども、ただですね、このサイドバックのところ、ボールが渡ってしまいますと、日本のサイドバックの選手が出てこなければならないんですよ。特にですね、この日ですね、よく狙われてたのは、長友選手の裏。ここをですね、狙われてましたね。で、ここに対してですね、この日の日本代表、守備のところで結構ですね、不透明な部分、多かったのかなと思っております。で、このシーンとかですね、結構やばいなと思いましたので、このシーンですね、画像で紹介させてください。はい、というわけで、これ15分28秒のシーンなんですけども、これですね、伊東純也選手がですね、ここのセンターバックの選手に対して、外切りのですね、コースカットプレス、これをですね、やるんですけども、ここでですね、森田選手がですね、このボランチの選手をですね、見る状況をですね、作ってましたね。で、ここにいるですね、サイドバックの選手、ここのですね、サイドバックの選手がですね、ドフリーで受けられるような状態になってしまうんですよ。で、
この時にですね、なんでドフリーで受けられるようになったかって言いますと、でここにですね、森田選手がですね、こういうジェスチャーを出してるんですけども、これですね、酒井宏樹選手にですね、待てっていうですね、ジェスチャーですよね。はい、酒井宏樹選手待ちました。で、これですね、酒井宏樹選手がですね、待ったのはいいんですけども、でここにですね、いましたボランチの選手はですね、ここの酒井宏樹選手がですね、見なければならない状況がですね、生まれてしまいました。で、ここにですね、森田選手に関して言いますと、サイドバックの選手、もしくはですね、ボランチの選手をですね、どっちかを見なければならない状況で、ボランチの選手を見る状況をですね、続けました。ここにですね、サイドハーフの選手がいましたけども、酒井宏樹選手の裏のスペース、ここにですね、走ってますね。やっぱですね、サイドバック裏のスペース、ここにですね、走りました。で、この時にですね、吉田麻也選手がですね、スライドして対応しました。そしてですね、64分42秒のシーン、これですね、失点シーンですね。で、この時にですね、ここの時にですね、ここの、アンカー化した選手、アンカー化したですね、オーストラリアのですね、選手に対して、ここにですね、森田選手がですね、行きますけども、で、ここの時にですね、森田選手が行きますけども、ここのサイドバックの選手、ドフリーな状態ですね。長友選手が走ってきました。ただですね、長友選手が走ってしまいますと、ここがですね、ドフリーな状態。で、ここをですね、完全にオーストラリアですね、後半から完全にですね、狙ってました。ここでですね、長友選手が出てくるのはいいんですけども、ここでですね、日本代表、どういう守備をしたのか。はい、これですね、64分47秒で、ここの時にですね、遠藤航選手がプレスバックをするっていう感じになりました。これですね、完全に間に合いませんでしたね。クロスのところ、グラウンダーのクロスをですね、打たれてしまいました。で、ここの時にですね、日本代表、スライドしてですね、対応すればよかったんですけども、こう2対1の状況を作って、これ対応すればよかったんですけども、ボックス内のところをですね、完全にですね、フリーにさせてしまいました。では続いてですね、日本代表の攻撃、これに行きましょう。で、この日のですね、日本代表の攻撃、確かにですね、この 4-3-3、5連を取った攻撃、確かにできるんですけども、ただですね、この5連を取った攻撃がですね、僕、結構機能しない瞬間、いっぱいあったのかなと思ってまして、この日の日本代表、伊東純也選手と長友選手がですね、幅を取る役割、そしてですね、中盤の選手、まあ、今回だったらですね、田中碧選手がですね、まあ、左に降りてきたりとか、真ん中に降りたりとかですね、してまして、3センターバック化する。そしてですね、南野選手がですね、ハーフスペースに入る。そして大迫選手に関しては、フィルミーノみたいに中央で降りてとか、中央でですね、受けてから、そこからのワンツーで、サイドに行くっていうですね、攻撃でのパイプの役割、これをですね、やってました。で、攻撃の時に関しては、森田選手が右に行きまして、田中碧選手が左に行くっていうですね、まあルールがあったのかなと思っております。こうやってですね、5連を取るところで、長友選手と伊東純也選手が幅を取れてる。それはですね、確かに素晴らしいんですけども、そしてですね、まあ本当に適材適所の動きをですね、できてるんですけども、ただですね、ここの右のところでハーフスペースをですね、取る選手、これがですね、僕結構不透明だったのかなと思ってました。でですね、この日の酒井宏樹選手がですね、今回こうやってですね、サイドで被る事件、これがですね、結構起こってたんですよ。で、こうなりますと、後方でのですね、まあ後方でのビルドアップのところで、まあ人数がですね、多くなってしまうっていうですね、現象がですね、起こってますね。で、この日のですね、日本代表、これがですね、まあ試合通してですね、なかったっていうのがですね、今回の試合残念なポイントだったのかなと思っております。なんで、この日ですね、4-3-3をやってきて、そこからですね、5連を取った上での攻撃っていうですね、意図はわかりましたけども、ただですね、ここに対しての細かいディティール、これがですね、日本代表全然できてないなっていうのがですね、この試合でもですね、現れてたのかなと思っております。で、この日のやっぱ設定のところで修正がですね、求められるシーン、いっぱいあるんですけども、ただですね、ここをですね、まあ選手で切り抜けるのがいつもですね、森保ジャパンなんですけども、森保監督としての森保采配のところで、修正が求められるところで、森保監督、やった采配がですね、結構やばかったんですよ。で、明らかにですね、このシステム、インサイドハーフが、一人で二人を見なければならないっていう状況をですね、やらなければならない。そしてウィングの選手もですね、外切りのコースカットプレス、そして裏に抜けるっていうことをですね、やらなければならないんですけども、森保監督やった采配。まずですね、大迫選手に変えまして、古橋選手にですね、まず変えました。で、この古橋選手に関しては中央での、まあ、ワントップの役割ですね、やってました。でですね、これですね、僕、すごくですね、皆さんは結構いいように見えてるんですけども、僕はですね、結構やばいのかなと思いました。なぜかって言いますと、大迫選手がですね、今回中央で受けての、パイプ役の役割、まあ、フィルミーノみたいな役割をして、そこからですね、サイドに展開するっていうことをですね、やってたんで、これですね、パイプ役がですね、いなくなってしまったことによって、こっからですね、日本代表、中央でのカウンター、これがですね、増えたんですよ。でですね、インサイドハーフがですね、完全に60分以降からですね、まあ、疲れ始めてしまった。ということもありまして、で、この時に森保監督ですね、無修正な状態、これをですね、やってしまったんですよ。てか修正がですね、遅すぎますね。
で、修正のところで森保監督ですね、後半の40分にですね、ようやくですね、変えまして、森田選手から柴崎選手。で、この交代に関しては僕ですね、素晴らしいなと思いました。ただですね、サイドのところ、サイドバックの選手をですね、長友選手から中山選手に変えてしまいました。で、これでですね、何が起こってしまうかって言いますと、浅野選手が単独突破しなければならないっていう状況。なぜかって言いますと、中山選手に関してですね、このオーバーラップを求められるんですけども、中山選手はですね、このオーバーラップのところ、苦手なんですよ。なんで、この日ですね、完全に勝ち点3をですね、取れる要素はですね、いっぱいあったんですけども、勝ち点0をですね、やってしまうようなですね、采配をですね、やり続けてしまったのかなっていう感じがしました。というわけで、日本代表対オーストラリア代表のですね、一戦をですね、分析してみましたけども、いかがだったでしょうか。確かにね、この日のですね、日本代表、勝ち点3をですね、取ったのはですね、確かに大きいんですけども、ただですね、今後のですね、この 4-3-3 をですね、この無修正な 4-3-3 をですね、ずっとやり続けてしまうっていうのはですね、果たしてこれ大丈夫なのかなっていうところがですね、日本代表のところで、まあ、もどかしいのかなっていう感じはしました。そんな感じで、この動画は面白ければ、高評価と。チャンネル登録よろしくお願いいたします。あとですね、SNS もやっておりますので、そちらの方もぜひ。そしてですね、リアルタイム生配信、こちらの方ではですね、鹿島アントラーズ、松本山が、そして日本代表のですね、戦術的に、応援していくっていうですね、配信をやっておりますので、そちらの方もですね、ぜひよろしくお願いいたします。というわけで、次回の動画でお会いいたしましょう。さよなら。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。この動画が面白ければ、いいね、コメント、お待ちしております。あとですね、SNS、Twitter と Instagram、こちらの方やっておりますので、ぜひそちらもよろしくお願いいたします。それでは次回の動画でお会いいたしましょう。さよなら。